こんにちは、エンタークラフトの平と。こんにちは、エンタークラフトの松林です。今回は、はい。上京したらどこに住むみたいななる,なるほど、なるほど。話そうかなと思います。うんうん、家の選び方ね。そうですね。うん。わかんないもんね、最初ね。そう、僕らも地方から東京に来て、うん、今都内で働いてはいるんですけど、うんうん、まあ、最初やっぱりどこに住めばいいのかとか、あとは、うん 東京のの家賃の相場とかかですかねそういうところをちょっと話していこうかなと思います。うん、いいねいいね。じゃあそうですね、過去に遡って、うん、最初どんなところに住んでたかの話をしましょうかうん、うん。まず選び方としては、会社の近くに住むかどうかが基準かなと思うね。 そうですねそこはまあ人によるかなとは思うんですけど、うん、俺とまっちゃんは近くに住んでたもんね最初会社のそうもともとは新宿区ですね新宿区の会社に徒歩で、まあ、10分15分とかで歩いていける距離に、うん、電車使わない距離で家借りてたねそうですねでその時の家だったり、うん、家賃でいうとうん、うん、僕の方は最初5万5千の家に住んでたんですねでその5 0 0 新宿区で5万5千円。どんなグレードなのかっていう。そう。まず、まあ、グレードで言うと非常によくないですね。さすがにね。うん、新宿で5万5千円だと、どんな感じだったっけ築年数で言うと、確か50年ぐらい経ってるところです。すごいね。<laughs> で、木造のアパート。で、えー、ワンルームですね。完全なワンルーム。うね、もうドアを開けたらすぐ部屋。 で広さは6畳ぐらいですね当然風呂トイレ一緒の、えー、ユニットバスユニットバスはいで特に僕の部屋がこれはきついなと思ったのは、うん、お湯を出すために部屋の片隅になんかでっかいガスコンロみたいなやつがあるんですよでそれをガチガチってつまみを回してまずそこで 火を出してなるほどでそうしないとお湯が出ないんですけど <laughs> 冬場はもうそれが全然つかなくてお湯も全然あったかくならないあ時間かかる感じ時間もかかるし、うん、最終的にも全然熱いお湯が出ないあ,そあとはシャワーの出も悪いああそうそうそれが本当に嫌なんですよねそ,<う>それが一番嫌、うん、まず俺 部屋探すときにそのシャワーの水圧もうそれがまず第一条件としてる、はい、そう結構大事ですよね、うん、もう強くないと嫌なんですよねはいあとは壁の薄さあなるほどもう余裕で隣の部屋の音とか聞こえてくる相当、うんまあ、壁も薄かったですねうんうん、うん、やっぱそれきついよねそうきついですねただまあとはいえその時はこは長いこと 働いてたので家にいる時間がそんなに長くはなかったから、うんもう寝るだけみたいな。うん、そうだね。それだったらまだね。僕の場合はそんな感じでしたけど、うんうん、平さんの方はどうでしたうん、うんえー、と僕はですね、一時期父親と一緒に2人で住んでたので、3部屋はあったんですけど、お3部屋、うんまあ、リビングと、まあ、それぞれの部屋みたいな感じで、はいでまあ、10万くらいだったかな。その代わり 蓄年数はかなりいってましたねまあでも10万で3部屋だと安い、安いけどまあ相当ボロいと思ってもらって、<い>あと洗濯機が外とかね。ああ そうだ、洗濯機外、まあ、僕の場合は中には置けましたけど、うん、結構衝撃だったんですよ。で、かなり多いよね、正直、洗濯機外って、<う>うん、多いんですよね、これが。ベランダなら、まだいい方でさ、うんの、玄関の前とかのアパートもあるよね。あります。そうそうそう、玄関の前っていうか、本当に玄関の外に、洗濯機を置かなきゃいけないとかそ。そう、それが当たり前のようにあるから。 ちょっと嫌ですよねもう信じられないですね。うん、なので洗濯機置く場所とかも気をつけた方がいいかもね。うん、もうそういうレベルで全然地方とは違うので。うん、なんで新宿とかさ山手線沿いとか、まあ、あと中央線沿いって言えばいいのかな。 やっぱり安く5万とか6万クラスだとそのくらいのグレードにはなっちゃうよねどうしてもそうで、まあ、都内で、うん、一通りものが揃って満足できるレベルって最低でも7万円から7万以上は絶対だと思いますねそうですねそれでもどこか妥協しないとって感じじゃない8万だったらまあ結構選べるかなって感じなんだけどそうですね7万の時点でまだユニットバスだほどだし うん、どこか妥協しなきゃいけないんじゃないかなっていう、駅,駅からめちゃくちゃ遠いとか、駅からの距離ですよね、駅からは近い方がいいんですよ、正直、本当に、そうそうね、無駄でしかないというかそう、駅までもう15分とかやってられないですよね、15分、うん、そうですね、本当にでも7万とかだと、で条件がいいところだと、駅かから30分とかですよね、うんうん、そうなると思います、7万でそれだと、そうなんだよね。 それでもやっぱり電車の方が辛いっていう人も、まあ、いるとは思うので、うん、まあそういう方たちは7万円台からとかで会社の近くに住むうんうん、うん、そうだね歩いて行けるなら駅から近いとか関係ないもんね、うん、それはいいと思いますあとはもう1個ぐらい住んでましたよね <laughs> そうですそうです新宿で11万くらいのとマンションに住んでましたね <laughs> はいはいはいその時はどういう間取りだったんですかねその時は広めのワンルームって言えばいいんですかね結構 広さはありましたマンションで築ロ年のほぼフル装備みたいなあか,かなりいいところ完全に新築のうんその代わり駅から遠かったっすね確かにだいぶ遠かったですよねうん遠かったなんで遊びに行く時はめちゃくちゃ不便でした、ね、<laughs> 会社の方が近いぐらいですか、ね、会社の方が近い設備は良かったんだけどねフローもあれでしたっけ自動湯沸かし器みたいなあそうそうそう最近ので言えばフ,フ,フル装備ですね、うん、ウォーシュレットもついてそうですそうですそうです、うん よかったんだけどやっぱり都心でもう家にこだわりたい、うん、満足したいって人は本当に10万円とかのレベルですよねそ,そうただ新卒の人はまあ無理ですよねまあに無理だと思いますやっぱり6万とか5万にはしたいよね5万円台とか6万円とかうんそうですね やっぱり昔に比べて遊ぶお金の、うん、まあ特にそしゃげとか、うん、そういう要素も増えてきたからできれば僕的には家賃は抑えたいなとはそうだねそっから僕らの場合は同じような感じで会社にまあ近いのは良かったんですけどその代わり終電がないからいつまでも働いてしまうみたいな、うん、そうなんです歩いて帰れるからリミットがなくてやれちゃうんですよね仕事が <laughs> そう今はは働き方的には絶対、うん でききない働き方をしてた、うん、そうそうそう。と、あと、休日休まらないっていう、あの近いからそうですね会社と近いとね、遊びに駅に向かってると、途中で会社があるんで。<laughs> 誰か作業してる感じが見えたりすると、そうですね、なんかちょっと嫌になりますよね、ちょっと働いてるんだって思うと、全然休まんないなと、うん、そう、なので、それで僕らはそうですね、うん、まず終電が欲しかったんでね、電車で通えて、終電があってで、遠くに住みたいなって思うようになるんですよねそうですね。 で僕らの場合は、そこからこ、うん、まあ今住んでるところですね、西東京の方といえばいいですかね、そうなると、はい、家賃の方がすごくぐっと抑えられつつ。 かなり下がりますそうで部屋のグレードも全然都心よりいいんですよねいいですはいそうなんですかなり変わると思いますあの状況でもさする時ってさやっぱり渋谷とかさ下北とかまあ有名どころですよね住みたいですよね、うん、そう住みたくなるじゃないですか、うん、まあわかるそれはわかるし一<う>回住んでみてもいいと思う試しに、うん、そうで。 ちょっとボロいアパートだけどなんだろう、ね、そういう時期があってもいいとは思うんだけど、うん、同じ値段出して、もう全然めちゃくちゃいいところに住めるようになるよね。そ<う> <laughs> 本当にそ<う>で具体的な例を出すと まあ最初、僕が先住んでて、5万5千円、引っ越した先が、電車で30分ぐらいですかね、そうですね新宿まで30分で出れるぐらいのところに、今も住んで、今その町には住んでるんですけど、最初、同じ5万5千円の家を探したんですね。そしたら、築年数で言うと、20年って若干古くはあるんですけど、マンションタイプで鉄筋で。 風呂トイレ別で、うん、間取りもでですねでキッチンの方がまあまあ広くて6畳ぐらいだったのかな。うん、と部屋自体も6畳。まあ、当然、隣の音も全く聞こえない。で、そう、最初住んでた部屋はベランダがなかったんですよね。そうだったね。うんうん。ベランダがなくて、こうした先には広めのベランダもあると。 で駅から徒歩4分ぐらい、だからこれぐらいもう変わるんですよね、電車で30分離れると。うんうん、僕も今、まっちゃんと近くに住んではいるんだけど、ね、今は5万ですね、かなり十分な広さと、うんま、あと、立って歩けるロフトがあるんで、しかも天井が高いんで、割と広いですね。どんどん荷物置いてるけど、さらに駅まで2分。<laughs> <laughs> もう駅のもう 駅がホームに立つのに2分ぐらいっていう、なので、23区って言えばいいのかな、東京23区を外すだけで、結構いいところには住めますよね。そうですね家賃を抑えつつ、駅地下できちんと家の設備も揃ってる、うんうん。広さであったりとか、駅から近いであったりとか、そういう条件、よくしたいのであれば、都心から離れてみるのも。 いいいんじゃないかなとは思います、ね、あと千葉とか埼玉も全然射程圏内だもんね神奈川とかちょっと<の>そっち方面の相場がそんなに詳しくはないんですけど、うん、埼玉は結構安いでも千葉と神奈川は東京とそんな変わんないあ確かに昔聞いた、うん 家賃ととか間取りで聞くとうん、うん、そこまでで安くないんですよねそう正直このぐらい距離離れてんのにそんなにグレードも良くないし安くもならないんだっていう印象はあるね千葉と神奈川に関しては、うん、いやもちろん千葉の中でもさらに離れれば安くなるんですけどす、ね、かなり遠くなっちゃうんで横浜なんて東京クラスだからね,ねやっぱそういうところを選んでしまうと、うん、都心からも遠いし住みたいのであれば全然いいんですけどね憧れはわかります 最初は都心に住むことに憧れるんですけど、うんうん、だんだん元に戻りたくなるんですよね僕とまっちゃんが今住んでるところはかなり地元に近いですよね雰囲気かなり近い<う>でこれが盲点だったのが最初に住んでた家ってすごい周りにコンビニとかもなくてスーパーもなくて意外と都心ってあんまないっすよね 特にスーパーパ、うんまあ、コンビニはさすがに今増えてますけど<の>住宅街みたいになっちゃうと意外とないかもスーパーとか駅前とかまで行かないとね離れると場所にもよるんですけど意外と24時間やってるスーパーだったりとか、うん、でコンビニも近かったりとか利便性は逆に上がる気はしてますそうだね普段の生活でいうと必要なものはもう余裕で十分揃ってるし遊びたければ新宿まで30分だからね、うん、全然問題ないかなって感じ あと、飯食うときとかも全然困らないですね。そうだね。うん。いっぱいあるもんね。そう。いっぱいあるし、あと、都心だと、昼時だとどこ入っても入れないとか、結構あるんですけど、例えば、同じジョナサンでも、こっちにあるジョナサンって、いつでも入れるというか。そうだね、そうだね。どの席でも選べるみたいな。なので、都心から遠ざかってはいるけど、気に入ってはいるよね。そうですね、だいぶ気に入ってて、知り合いとかもこっち方面に引っ越してきたりとかしてて、やっぱ住みやすいんでしょうね。 なので、上京してどこに住もうかなとか、うん、家賃の相場がわからないっていう方は、会社の近さを犠牲にするのであれば、家賃も抑えつつ、結構いいとこ住めますよっていう、うん、西東京あたりは、割とおすすめですよって感じかな。おすすめですね。うん、で今回は、上京したらどこに住むみたいな話をしてって、僕ら的におすすめの場所というのを話していきました。うんうん 何かの参考にしてもらえればって感じですね特に今の時期に就職が決まりましたと、うん、ツイッターでも報告見るんですけど地方の人たちはこれから家探したりとか来年から東京の方で仕事して、うん、っていうのも結構あるのかなと思うので、えーうん、ぜひ参考になればなと思いますはいじゃあ今回はこんなところで終わろうかなと思いますではまた次の動画でお会いしましょうバイバイ 我々のチャンネルでは、これから CG デザイナーになりたいという方に向けて、有益な情報を発信していきます。チャンネル登録、高評価お願いします。お願いします。